どうも、なおちんです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はお金稼ぎをやっていきたいと思います。このゲーム、お金がものすごく重要です。そして全て完璧にしようとするとお金がとんでもない額必要になってくるんですよね。ただ普通にクリアするだけであればそんなにお金は必要ないんですけどね。難易度を上げれば上げるほどお金がものすごく必要になってきます。どうしてもね、ステータスをドーピングしないと勝てないやつっていうのが出てくるんですよね。で、お金稼ぎの、一番有名な方法がダウンロードコンテンツですよね。ダウンロードコンテンツを買って先見玉を倒しまくる、 あのシューマの笛を使って先見玉を倒しまくる。まあ、それも効率的にはいいと思うんですよ。ものすごくいい。でも、今回紹介するのはダウンロードコンテンツは必要ありません。私のおすすめのお金稼ぎ場所、ここです。バーチャルトレーナーですね。ここが間違いないです。まずダウンロードコンテンツが必要ありませんし、あとね、先見玉を探す手間がないんですよ。なのでそんなに疲れないっていうところがいいですね。で、やる場所ですけども、ここ始皇帝の戦いですね。ここが一番お金が美味しいです。で、チャレンジモードでやっていきましょう。チャレンジモードをずっとやっていくとレベルが999まで上がります。999を周回するようにしてください。で、やる前にオプションをちょっとね、いじってくださいね。オプションをいじって、まず、難易度をセーフティーにします。難易度はセーフティーで、ゲームプレイのところで、オートバトルの確認をしないで、オートバトルの形式はスキルオートで、ステータスは非表示にして、演出、これは関係ないです。こっちですね、スキル演出の速さのオートバトル時、これを最高速まで上げてください。そしてスキル演出のスキップはスルー、オプションをこういう風に変更してください。そうするとね、かなり快適にいけると思いますよ。では早速ちょっと戦っていきましょう。セーフティーなのでめちゃくちゃ楽勝です。はい、チャレンジモードでいきますね。で、ヒーラーは必要ありません。4体ともアタッカーで編成してください。で、始まりましたら、オートバトルを開始して決定ボタンを連打。そうすると、スキルの演出はすべてキャンセルされてバシ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 攻撃をしていきます。で、もちろん、セーフティーなのでこんぐらい簡単に敵を倒すことができますね。ここはね、4体敵が出てきますので、それを倒し終わってください。はい、終わり。簡単ですよね。そうすると1周で135万お金が入ります。135万ってなかなかいいと思いますよ。で、ここ経験値も美味しいんですよ。経験値も美味しい。なので、レベルを上げたいキャラクターを、控えにいっぱい入れておくと効率がいいですね。魔導書が必要なくなりますので、まあ、1時間もすれば、レベル99から150まで上げることができてます。うん、なので初期レベル1ぐらいの悪魔だとしても多分150までに 2時間ちょっとかな、それぐらいで上げることができると思います。はい、ということで今日は効率的なお金稼ぎでした。個人的にはここが最効率だと思ってますけども、まあ、もちろんダウンロードコンテンツで先見玉を倒しまくってもいいと思います。まあ、どちらにしようね、やってると飽きてくるんですよ。だるくなってきます。なので、まあ、交代交代ねやる感じでやると、疲れも軽減されてくるのではないでしょうか。はい、まあ、こんな感じでお金をどんどん貯めていきましょう。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。